こんにちは。こんにちは。4月1日から有楽町ブランドオープンしましたニューハンマーの代表西村幸次郎です。店長の小森奈緒です。社員の高橋ことボブです。私たちのテーマはですね、有楽町の新しいいつもを作るということで、これからいろんな活動をしていきたいというふうに思っています。田舎に来るきっかけには宿泊、観光、仕事環境、人、食が必要だと考えています。1階は石焼きや定食などを食べられるランチスペース、また夜はこの地域では珍しいお酒を飲めるパブ、そしてイベントスペース、コワーキングスペースとして活用いただけます。また1階は現在4月下旬からオープンできるようにゲストハウスの準備も進めております。私たちの目指したい姿としては、有別の町民の方々がやっぱり集まってみんなでこうお酒を飲んで話しているところに、旅人として来ていただいた方がこう混ざって、あとゲストを呼んでイベントやったりなど、本当にいろんな人たちの関わりの中で新しいこう文化だったりとか新しいチャレンジが生まれていく、そんな場所を目指していきたいというふうに思っております。5月からは有別町はチューリップが咲き起こります。町の一大ビッグイベントが開催されます。そして水分量が盛んな町なので、伊達や牡蠣、玉ねぎなどの特産品がたくさんあります。ぜひ有別町のニューハンバーを拠点に、オホーツクや道東へお越しください。せーの、お待ちしてます。